セブンルール見ました？私その時ホテルでね、ロケの合間に一人で見てたんですけど、すごいね。私もなんかちらっと映ってて あの時のかって思ったんですけど、いやでもいいですよね。でもなんかハッピーエンドの本は読まないっていうのがあったんですけど、でもすごいなんか共感できます、私も。飛鳥さんらしいですよね。あと一人焼肉、飛鳥さんが一人焼肉行ってたら絶対分かりません？バレますよね。私も行きたいな。一人焼肉はまだ行ったことないんですよ。カラオケとかは結構映画とかをよく行くんですけど、一人焼肉行きたいなと思いました。そう、飛鳥さんこの間の善悪でなんか席が近かったからずっと見つめてたら誰？って言われました。いや、いじりですよ。必ずね、そういう定番の、いじりがあるんですよ。でもね、すごいね、なんかあることに愛のあるいじりをしてくれるから。でも飛鳥さんにいじられるってもうなんか天にも舞うような気持ちっていうか いやー、もう嬉しいですよね。